はい、おはこんばんちは、うかでございます。さてやっていこうか。レフト編パート2。あー、悔しすぎる。あまりにもひどすぎる。あ、近くに宝箱がある。ラッキー。こう行こうか。こう行ってゴールもいいんだけど、ちょっと、あえて取りに行く。はい、よいしょ。あー、体力。1か。もうちょっと回復してほしかったな。で、こう行く。イェーイ、ミート超人でいいね。よいし。最初の方の超人ではほんとでかいよね。いや、後半でもでかいんだけど。はい、ゴール。いい、あ、もう弾道が3になってる気がついたら。わお、ラッキー。いいね。弾道でかいに越したことはないよね。やっぱ打力もある、必要だけど。どうしようかな。これは簡単にもゴールインしていいかな。大したものがないから。で、こうやって、あっておく。岡島選手、どうも。走力上がった。オッケー。で、一応こうやっといて、いいことありますように。あ、赤いアップラッキーで、こう取っとこうか。で、これでゴール。で、よし。悪くない、悪くない。ミートがいいな、特に。ミートと弾道だな、今のところにいるのは。上、これ直接取り行きたいけどな。ちょっと遠回りして取り行く？体力か、あ、でも体力。仕方がない。あー、結構減ったな。いや、なんだ、ミート超時点。ミートばっか。ミート B になっちゃうぞ、このペースだと。どうしようかな。これダウンが痛いな。ちょっと戻ろう。戻って、で、こうで、ね、シャッフル。いいことありますように。あ、やった。よいしょ、ラッキー。で、これで、家で一応取っとこう。で、これで終わり。よし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 。よし。パート4、パート5が勝負だよ、これは。俺はパートじゃなくてステージだ。ステージ4、5が勝負。お、近くにいる、取り行くぞ。会える、誰だ？あ、藤田選手、どうも。イェーイ。あ、やる気変わった。ありがとう。パワー上がった。送球も上がった。サンキュー。どうしようかな。で、シャッフルすっか？シャッフルしても取れないしな、シャッフル。近くに来い。うわ、めっちゃ遠く行っちゃったじゃん。どうしよう、こう行く？こう行こうか。うわー、お前忘れてたー。矢部くん、矢部くん。ちょっとそこでなんとか、抑えてね、そいつを。で、急いで逃げるから。うわー、ちょっと待ってくれよ。あ、もう仕方がない。取り行く。よいし。パーチョンジンね。ラッキー。よし。で、会える。会いたい。よかった、矢部くん。チェイス。おい、走力いい。いいね、いいね。このペースはいいぞ。で、これで帰ろう。早く。早く帰ろう。回復。2しか回復しない。でもいい。終わらせる。回復。よし。さあ、ここだ、勝負。ここでいかに守備力を上げるかだよね。宝箱がめっちゃあるな。2つある。オーケー。遠いの先取りかな。何がある？うわ、このハテナが怖いな。でも近くの取り行ってもいいか。どっちも近くでもないな、これ。ゴールが遠いな、結局は。どちらにせよ。ここ行こうか。よいしょ、うい。うわ、やばいぞ、これ。ちょっと待ってくれよ。よいしょ、タイエラー。オッケー、いいね。A になった。守備力がひどすぎる。守備力がひどすぎる。このペースはまずい。はい。どうしよう。これシャッフル、シャッフル。あ、その前に回復しとこう。はいっす。下に回復あった。パワーが C になった。ラッキー。いい選手できた。やーな、予感。どこに来た、あいつ。うわ、怖っ。おー、10分かった。いいね。よし。で、シャッフル。あ、来た。久しぶり。ひじりちゃーん。3号、参上。やったー。Are you ready? Three, two, one, zero. ラッキー。よし、これシャッフル。ひじりちゃん、近くに来い。うわぁ、ひじちゃん変わんねえんだな。どうしようか。会いに行くかな、体力的にも余裕があるから。いや、宝箱を取るのが先か？これで勝負。あ、ラッキー。いいね、いいね。これで宝箱取り行こうか。その過程でひじりちゃんに会えれば最高だけど、そんな都合がいいことではなく。何が来る？お、野球少年時代来た。おい、いいね。あ、いやー、ダメか。ダメだったか。まあ、いいや、またねー。野球も新たな人の世界のために旅立っていった。揺れ、行け、我ら、揺れってなんだ。行け、我らの野球マン、頑張れ、我らの野球マン。じゃあねー。もうゴールしていいかな、そろそろ。もうパワーもそこそこだから、もう悪くはないと思うんだけど、会いたい、せめて君に会いたい。会っておこう、会いたい、よかった。あ、稲見選手、どうも。何が上がる？あ、ローボールヒッター。なるほど。で、こうで、こうだな。でもゴールでいいだろ。よいしゃ、クリア。強打者ができた、なかなかの。
守備力がこれもとないけどな、しゃあないか、できちゃったものは仕方がない。よし、いや、プロフィール、背番号は記念すべき10番目、背番号10、OK。で、顔は、眉毛と目だけを変えると。あ、髪型、眉毛、形、これですか。で、目を、タイプ普通にして。OK。いいんじゃん？よし、クリア。はい、できました。佐久藤さん。佐久藤で、加藤、伊藤、佐藤とかそういう人言う方だから、佐久藤って呼ぼうか。いいね、広角打法持ってんのいいじゃん。弾道さんで、ミート C、パワー C で、広角打法はかなりでかいぞ、これ。なんで盗塁持ってんのかは謎ですけど。ローボールヒッター、ああ、いいじゃん。うい、いいね。はははは。いいじゃない、いい。ああ、でもなんか、ギリギリいいと、なんか、あと一つ上がったらいい、なんか、いいな、みたいな。やつ、あれ、多いな、結構。痛いな、それ考えたら。確実に取るべきだな、こういうのは。というわけで完成です。佐久藤さん、できました。ということで、次はセンター。センターはやっぱり足でしょ。うん。次は足をね、足、瞬足のセンター作っていきたいと思います。ほいじゃあねー。